衆議院議員、現場健太郎様、お願いをいたします。皆さん、こんにちは。ただいまご紹介をいただきました、衆議院議員の現場健太郎でございます。今日は建国記念の日、奉祝して、これだけたくさんの皆様がご出席のもと、盛大に行われますことを、心からお喜びを申し上げたいと思います。先ほど来お話ありました通り、もう36回にも及ぶこの会がですね、こうしてたくさんの方が集まって運営されるというのは、ひとえに運営委員会の皆様のご努力のおかげだと、私たちも心から感謝を申し上げたいと思います。建国の日ということで、先ほどからお話ありましたけれども、日本という国ができた起源がいつなのかというのを表すのはこの建国記念の日ですね。世界各国同じように、どこの国でも建国記念の日っていうのは、割と定められておりまして、例えばアメリカは18世紀に独立戦争で勝った日をアメリカ合衆国の建国記念の日と定めていますし、フランスも18世紀にフランス革命が起こった日をフランスの建国記念の日と定めています。カナダもイギリスの植民地支配から脱した時がカナダの建国記念の日。オーストラリアだけなぜかイギリスの植民地支配が入ってきた日をオーストラリアンデーという建国の日にしていますが、大体どこの国も18世紀から19世紀、ドイツは20世紀ですけれども、植民地支配から脱したりして言われたらとにかく頭下げなさいというふうに教えて育ったんですね。子供たちは曲がって育ちます。そうではなくて、確かにお隣さんたちともいろんなことがあったけれども、意見の相違はあったけれども、自分の家を守ろうとおじいちゃんおばあちゃんたちはしっかり頑張ってくれた。だからあなたもよその家と喧嘩はしなくていいけれども、意見が違うことがあったら乗り越えて仲良くしていきなさいと教えたら、私は子供をまっすぐ育つんだと思います。こういう教育をですね、ぜひ日本でもできるように、これから私もしっかり頑張っていきたいと思いますし、今日お越しの皆様、もしお家に帰ってお子様やお孫さんにですね、日本というのは世界で一番長い建国の歴史があるんだという一言だけでもいいので教えていただけたら、まっすぐに育つ子供が増えるのではないかと思います。結びになりますが、今日お越しの皆様のご健勝と、そして日本のますますの繁栄と皇室の宮坂を心から記念申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきたいと思います。誠におめでとうございました。